皆さんは宇治川電機という電力会社を聞いたことはありますか？今も街中で見かけることがある有名な会社です。さらに水力の技術史から消えた日本最初のダムを建設した会社として電気事業界では有名な会社でもあります。しかし宇治川電機は残された書籍も少ないため、今でも謎の会社として調査研究が続けられていると言われています。今回は謎に満ちた宇治川電機の歴史と宇治川をめぐる開発の秘話を紹介してみたいと思います。京都のお茶どころである宇治市。ここには宇治平等院をはじめ様々な寺院が現在も観光地としてにぎわっています。そのすぐ上流には天ヶ瀬ダムが琵琶湖から流れてくる大量の水をせき止め、下流地域の暮らしを守っています。宇治平等院の対岸に水しぶきが上がる場所があります。宇治発電所の放水口です。この発電所は宇治川を利用した最初の発電所と言われ、現在でも水路式発電所で3万キロワットの出力を誇っています。この宇治発電所が宇治川電機の始まりでしたが、その建設の幕開けは実は京都の蹴上発電所に隠されていました。宇治川電機は琵琶湖から流下する宇治川を利用目的として明治39年に設立された会社でした。水源となる琵琶湖は年間を通して膨大な貯水量と北側の山脈から流れ込む豊富な河川が水力事業には魅力的な建設地点でした。この琵琶湖を最初に利用したのが琵琶湖疎水でした。琵琶湖疎水は明治維新後に首都が東京に移動したことで産業の衰退が加速していきました。さらに京都は流下する河川が少なく、水の乏しい京都と長年呼ばれてきました。そこで山を隔てた滋賀県側には有り余る水源の琵琶湖があり、この水量を京都に引くことができれば産業を復興することができるのではないか、そう考えたのは京都府知事の北垣国道でした。北垣は琵琶湖と京都をトンネルで結び、この水を上水道、灌漑用水、さらには水車動力として有効活用し、京都の復興を考えました。当初、琵琶湖疎水は京都の街中に水路を張り巡らせ、水車動力による食器産業を促進させる予定でした。ところが、計画された琵琶湖疎水では、この流量を補足することが難しく、水車動力を利用することが困難とされました。そこで、水車を一箇所に集中させ、ここから動力を供給する計画に切り替えられました。それが水力発電所でした。水力発電所は言葉通り水力を電力に変換するので、北垣が計画した水路を張り巡らせるのを送電線に置き換えることができたのです。明治24年、琵琶湖疎水を利用した蹴上発電所がこうして誕生しました。水の乏しい京都から水力を利用する京都へ生まれ変わり、北垣の思い描く京都の産業が復興を始めました。蹴上発電所の竣工後、需要が伸びたのは大口の購入者がいたからでした。当時火力発電所を主力設備とする京都電灯は蹴上発電所の電力を大量購入して、これを配電していました。京都電灯は自社で稼働する火力発電所が燃料費に左右されるため、蹴上発電所の電力が低廉で安定的な電力である一方、自社開発にも乗り出していました。こうした電気事業界に水力発電所が誕生したことは、従来、石炭火力に依存してきた電灯会社としては電力源を火力から水力へ移行する動きを活発化させました。
手上げ発電所の竣工により電力源が水力に矛先が向けられましたが、琵琶湖疏水とは別に琵琶湖から流下する瀬田川、宇治川への関心はひそやかに進んでいました。琵琶湖疏水は京都の街中に建設されたイメージがありますが、実際はかなり山の上に水路を通したため、手上げ発電所の落差もそこまで大きなものではありませんでした。さらに疎水事業の一環で建設されたため、発電所への流量は規制されていました。つまり琵琶湖疎水をこれ以上開発することは困難でもありました。そこで新たな建設地点として目を向けられたのが琵琶湖から流下する瀬田川でした。明治27年、笠取地区から取水し、志津川に放水する発電計画が申請されました。これが宇治水電株式会社による開発の始まりでした。さらに明治29年、計画が変更され、瀬田川起点となる南郷から取水し、志津川に発電放水する計画が再度申請されました。この計画は京都の財界人をもとに設立されたことから、京阪派と呼ばれました。明治29年、同じ頃に東京の財界人によって南郷から取水し、田原地区へ発電放水、さらに宇治市の白川地区へ発電放水する計画が申請されました。これは宇治川電力株式会社による計画で、東京の財界人をもとに設立されたことから東京派と呼ばれました。明治30年、琵琶湖運河株式会社によって琵琶湖から取水し、宇治川へ発電放水する計画が申請されました。これは京阪派に対抗した滋賀県財界人をもとに設立されたことから滋賀派と呼ばれました。琵琶湖から宇治へ至る計画はこの3社によって重複申請されたため、3社合同で申請するよう打診されましたが、それぞれ意見が異なり合併にはなりませんでした。当初手上げ発電所が京都の財源になったことから、宇治川の開発を電力会社に遂行させ、この電力を購入することで京都の力強い産業促進になると考えられていましたが、申請者の協調性がないためこの計画は実現には至りませんでした。ところが京都の産業促進を前提に設立されたにもかかわらず、協調性のない3社によって産業促進ができないとされ、3社に対する風当たりが強くなりました。そこで3社が合併して明治35年、宇治川電気株式会社が発足しました。明治41年、宇治発電所の建設が着手されました。当初予定された水路も地質問題などにより水路が変更されました。取水口の南郷から発電所の建設地点までは約 11km あり、大半がトンネルで建設されました。これは琵琶湖疎水の2倍以上の長さとされ、第二の琵琶湖疎水と呼ばれました。ところがこの長大トンネルを建設するには従来の人力による削岩では膨大な日数がかかるとされました。そこで海外から削岩機を導入しましたが、削岩技術が未熟なため設備を壊すなど問題も多く、手掘りよりは多少早いという状態でした。工事中に削岩機も改良が続けられ、宇治発電所の正面に工事用発電所を建設して、ここから建設現場まで電柱を敷設して工事用電力を供給しました。従来の蒸気機関を撤廃して電動式のコンプレッサーが導入され、工事現場への石炭運搬は廃止されました。宇治発電所の建設は景観破壊として当時建設反対運動がありました。そこで発電所は宇治川沿いから見えないように建設され、水圧鉄管は植林で隠されました。また発電所の真上には浄水槽と呼ばれる水量調整の設備が設置されるのですが、景観破壊として浄水槽は埋設型が採用されました。そのため発電所の急停止時の余水は
トンネル手前に設置された余水路から排水されることになりました。ところが水路が 11km に及ぶため、水路自体の貯水量が膨大になり、緊急停止時に水路の排水をすることが困難とされました。そこで水路の中間地点に余水路と整水門を設置して、水路の貯水量を減少させる方式が導入されました。棚田があるって言って有名だ。絵はがきでね、なんか出てるんだ。すごい。そうなの。大正2年、工事が終了し、宇治発電所から膨大な水量が流れ出し、29,000kW の大電力は京都の産業を支えることになりました。さらに大正13年、出力も引き上げられ、32,000kW の発電が可能になりました。あれから100年が過ぎた現在、当時の水路は天ヶ瀬ダムが竣工したことで、一部が水没することになりましたが、渇水になると当時のレンガ造りの水路橋が顔を出します。宇治発電所が竣工以前から、宇治川電機は大阪方面に電力需給契約を締結していたため、大阪を消費先として、その余剰電力を京都で消費する計画でした。ところが需要が急増したことで、大正2年の送電開始からすでに電力不足の危険状態に陥っていました。そこで宇治発電所の建設中に第二期工事として志津川発電所の建設準備が開始されました。志津川発電所の建設の始まりは、明治39年に申請された淀川電力問題が始まりでした。宇治川電機が設立した当初、建設地点をめぐって3社の争いがありました。この時東京派の建設は3社合併により消滅しましたが、東京派は合併後にこれを再度検討して、浅野総一郎を率いる淀川電力を設立しました。宇治川電機の建設とは一見関係ないように思われますが、当初の宇治発電所の建設地点は宇治川に面した建設で、洪水時の水位上昇に左右されやすい構造になっていました。淀川電力は当初水路式で計画しましたが、宇治発電所の取水口の下流、つまり宇治発電所の余水を利用するため、水路式では規定の出力が得られないなど問題が浮上しました。明治42年、これを打開するために堰堤水路式を採用して大規模なダムを建設し、発電量に必要な水量を補足する計画に切り替えられました。さらに発電所は現在の志津川発電所の対岸が建設地点とされました。ところがこの計画では、宇治発電所の放水時に淀川電力の放水を開始すると、宇治発電所は水位上昇により放水が逆流するため規定の発電ができないとされました。これが問題になり、淀川電力は宇治川電機から異議申し立てを受け、これを円満解決するために、宇治川電機は明治43年、淀川電力の志津川計画および水利権を30万円で買収し、淀川電力の計画を無効にしました。ただ発電所の建設開始後、景観重視のため、さらに環境保全から発電所は現在の位置に建設されることになりました。そのため淀川電力の計画の放水効率が悪くなる要因は、結果的に宇治川電機の一方的な計画の押し付けになってしまいました。こうして獲得した淀川電力の志津川計画に変更を加え、大正元年、水利申請を提出しました。ところが当時ではこの計画は無謀なものとして、反対運動を巻き起こす結果になりました。日本の水力発電所は通常堰堤と呼ばれる小規模なダムによって水を取水していました。堰堤は河川を上昇させ、水路へ容易に水を引き入れる設備の一つでもあります。しかし
これでは河川に流れている水量だけで発電をすることになり、水量不足の時は発電量も水位と一緒に低下していきます。明治初期はこうした水路技術が未熟なため、火力発電所で不足電力を補う電力形態が開始されました。しかし降雨の水量上昇の水をそのまま流すのではなく、貯水することができればより水力発電所による低減な電力が得られると考えられてきました。明治40年代には発電所の取水口の上流区間に別途で調整池やダムを建設して、これを水量不足時に放水し発電量を引き上げようと考えられました。現在も大正初期に建設された発電所などに見ることができます。ところが本流にダムを建設したのは鬼怒川水田の下滝発電所が始まりで、鬼怒川に大貯水池を建設しましたが、竣工間際にダム湖内に大量の土砂が流下したことで計画貯水機能を低下させてしまいました。大正元年に発電所は竣工しましたが、ダムは大正2年に竣工しました。こうしたダムの建設技術が進む中、大正元年、宇治川に大貯水池を建設する計画で申請が提出されましたが、まだダム建設の実例が少なく、決壊した場合の被害をどうするなど、安全面に対して一切の保証がありませんでした。さらに建設反対運動は激化し、大正3年に京都府知事宛に陳情書が提出され、建設認可が下りない状態に陥りました。この問題を解決した一人の技術顧問がいました。近江水力電機の取締役であった野口従という人物でした。電気化学工業の父と呼ばれた日本を代表する偉人の一人です。実は野口は宇治川電機の社長であった中橋徳五郎の支援を受けて日本窒素肥料を創立した経緯があり、その関係から宇治川電機の顧問技術者として経営に参加していました。野口は反対運動を沈静化させるためには保証が必要としました。大正時代までの発電所では水路式による発電所が多く、水没地区が少ないことからあまり保証問題が取り沙汰されることはありませんでした。しかしダム建設を本格化するとこうした保証問題が発生するため、電力会社としては保証問題を避ける方向で計画を諦めるのが一般的でした。野口は反対派に対し有利な条件をつけることで対処しようと考えました。つまり宇治川の下流域の淀川改修費用の一部を治水事業費として寄付することでダム建設による保証としました。さらに発生電力のうち3000kW を公共電力として無償で京都市に供給することで京都の電力の促進を条件にしました。当時発電所の建設費を盛り込んだ電気代を支払う需要者からすると、公共電力はこうした建設費および利益を盛り込んでいないため、京都市から破格で提供されたと言われています。後にこの方法は野口の電力開発法として数十万キロワットの電力を供給することになりました。こうした保証により建設を認可させていきましたが、最終的に電力が不足にもかかわらず建設反対を続ければ産業の促進が遅れるとして利害関係から認可の方向へ動きました。建設に関しては京都府が十分な監督をすることで正式な工事が着工されました。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。